ケイソのライブジムにようこそ。はい、どうも、水出し YouTuber のカズです。今日なんですけど、激辛ペヤング焼きそば超超超大盛りギガマックス、これの早食いをしたいと思います。イエーイ。皆さんペヤングご存知ですよね。それの激辛かつ大盛り、大盛りでもさらに大盛りですからね。これをね、ちょっと早食いしたいと思うんですけど、今あの YouTube の方でね、これを食べてる YouTuber さんいっぱいいるんですよ。僕も一応 YouTuber の端くれなんで、まあ、こういったことにもね、ちょっとチャレンジしようかなと思って。で、まあ、YouTuber といえばね、まあ、大食い、早食い、激辛ってね、結構あると思うんですよ。これをね、一度に行えるものがこいつなんですよ。で、皆さんがね、多分普通に食べたことあるペヤングってこっちだと思うんですよ。こいつ、この定番のね、ペヤング焼きそば、これが普通のサイズなんですけど、こっちの超超超大盛りはね、こいつの4倍です。こいつ4食分の麺がこの中入ってるんです。さらに激辛ときてるんですよ。やばいでしょ。で、ここに書いてあるんですけど、1日1食までにしてください。カロリー摂取基準を上回る恐れがありますと。そりゃそうですよね。2136キロカロリー、これ1個でだいたい成人男性1日分の摂取カロリーぐらいですからね。あと、辛みが強いので小さなお子様や辛みが苦手な方の必食には十分ご注意ください。相当辛いんですよこれ。僕ね、これの半分の量のものは食べたことあるんですよ、以前ね。その時にもう二度と食べないって誓ったんですよね。もう辛すぎて、美味しくないわけじゃないですけども、辛すぎてもう舌がね、もうずっとジンジン痛かったんですよ。で、これはもう食べないとこ、まあ、普通の量の辛いやつ OK だったんですけど、これね、さすがに無理だなってなって、もう食べないって誓ったんですけど、今回ね、その倍の量を食べることになるとは思いませんでした。で、これより辛いペヤングね、出てたんですよ。あのエンドっていうのがね、あの黒いパッケージで、あのコンビニとかで見たことあると思うんですけど、それも食べたことあります。でもあれは量が少ないし、まあ、勢いで食べれなくもなかったんですけど、これはね、辛い上に量があるんでね、ちょっとどうなのかなと思って。じゃあ早食いってどれぐらいで食べるんですかっていうところなんですけど、最初ね、稲葉さんの178、まあ、稲葉でね、178秒でチャレンジしようって言ったんですけど、ちょっとそれはね、さすがに現実的じゃないなと思って、2分58秒なんですよ。まあ、3分ないぐらいで食べきるのはね、ちょっともう無理だと。なので下の名前コウオシから取ってね、504秒でどうだと。それだとね、8分と24秒なんですよ。8分と24秒だったらなんかどうにかありそうじゃないですか。普通のサイズを2分ちょっとぐらいなんですよ。なのでワンチャンあるかなと思って、504秒でチャレンジしたいと思います。で、ルールなんですけど、まず水を OK にします。早食いなんで、ちょっと喉に詰まらせたりしてもちょっとあれなんで、水 OK、 あと口の中に入れ切った時点で終わり、飲み込まなくても OK ってことです。まあ、最後にね、駆け込みたいんで。で、あの僕は時計を見ずに行きます。時計を見ちゃってね、もう、あ、これ確実に無理だなってなってだれちゃっても嫌なんで、まあ、最後まで全力で行きたいんで時計は見ません。で、食べ終わって後からあのタイムの方ね、発表してもらいます。じゃあ早速ペヤング作っていきたいと思います。はい、じゃあね、今お湯捨ててきたんで完成させたいと思います。やばいな、この量見てください。食べたい。あの、さっきの普通のペヤングあるから食べていい。しっかりと混ぜときたいと思います。で、皆さんね、これ決してね、真似とかしないでくださいね。僕はその激辛ペヤング焼きそば超超超大盛りギガマックスを早く食べるっていうね、特殊な訓練を受けてきた人間なんで大丈夫なんですけど、皆さんみたいなね、一般の方がね、ちょっと真似すると非常に危険なんです。それはしないでくださいね。まあ、僕もともと辛いの得意な方で、で、たくさん食べるのもまあ食べれる方なんですよ。だから、まあ、多分結構いけるんじゃないかなと思ってるんですけどね。ちょっとこれ熱いんで、
混ぜてね、冷ましていきたいと思います。じゃあね、結構混ぜてね、冷めてきたんで食べていきたいと思うんですけど、あんまりね、ちょっと混ぜすぎてね、ちょっとパサパサになっちゃう、喉つっかるかもしれないです。で、僕ね、今日これやるって決めてからね、朝から何も食べてないんです。まあ水分だけ取ってたんですけど、で空腹ね、ちょっと入れるのあれなんで、少し最初にミルクティーでね、あの胃にこう膜っていうかね、乳成分膜を作って、あとアロマミでね、最初 あのアドバンテージ取りたいと思います。あー、緊張しすぎた。準備はいいですか？はい、OK です。いくよ。はい、よーい、ドン。いただきます。やべ、パサパサする、すごい。あ、うまい。やばい、もう忘れてる。やば、涙出てきた。やばい、早めるよ。こんなに辛い。やば、辛い。なんか痛い、もう辛いって言った。汗がね、すごいでしょ。辛さよりね、今はね、量の方が少なくて、やばい、やばい、マジで、もう入ってかない、やばい。細かい火薬は良しにしてください。あと口に入れたらフィニッシュなんで、もう一気に噛み取ってると思います。はい。だけ休憩させてください。やばくないですか、この汗見ますかね。いやー、なんとか食べきりました。あー、ミルクティーが美味しい。体感的には時間内にね、食べれたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとまだ聞いてないんですけどね。はぁ、ほんと、もう途中でね、辛さはなんか麻痺してきて OK なんですけど、量がね、きつくて出てくるんじゃないかなって思ったんですよ、途中で。いやー、本当にきつかった。じゃあこの後タイムがどれぐらいだったかね、発表してもらいたいと思います。私は今から普通のペヤング食べます。平和でいいね。じゃあ今回ね、激辛ペヤング焼きそば超超超大盛りギガマックスをね、早食いしてみたんですけど、チャレンジは8分24秒以内だったらチャレンジ成功ということになります。504秒なんでね。ではタイムの方発表お願いします。タイムは8分。マジで8分？はいはい、8分33秒。あー、マジで、あそこ2回に分けたんですよ。1
一塊を。もう一回かな。あそこで分けなくて口に押し込んでれば。くっそー、マジでか。え、何秒オーバーってことですか。え、33秒だから9秒オーバー約、はい、皆さんあと9秒でした。いやー、非常に悔しい。いやー、本当に悔しいですね。僕体感的にはね、もうちょっと早いかなと思ったんですよ。いやー、本当に悔しいな。普通の焼きそば食ってんじゃねえよ。人が悔しいって言ってるのに。ねえ、うっそ。まあ、今回ね、まあ、チャレンジ失敗ということになりました。いやー、もう残念ですね。まあでもね、結構検討したと思うんで。リベンジしますか。リベンジしません。はい、じゃあさ、先ほども言いましたけど、まあ皆さんね、これぐらいもこれチャレンジしたりしないようにしてくださいね。僕は特殊な訓練を受けた人間なんで。で、これなんでね、今日の動画良かったと思う方は高評価、あとね、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。あと、Twitter と Instagram の方もやってますんで、フォローの方よろしくお願いします。では、次の動画で会いましょう。せーの、お疲れー。バイバーイ。やべ、ピクピクしてきた顔が。